MSX オーディオは1986年に発表された MSX の拡張音源の規格名の名称及び FM 音源チップ Y8950 の俗称である。もともとは MSX2 のオプション音源として開発されたもので MSX オーディオというのは規格名である。しかし標準搭載される音源とはならずに MSX2 のオプション規格として カートリッジの携帯の周辺機器のみが商品化された。日本国外ではフィリップスより n m s 1 2 0 5ミューズグマジュール、東芝より HXMU900MSX ミュージックシステムという名称で発売された。国内では1987年に松下電気産業から FSCA1 のみが発売されており、その仕様が MSX オーディオと認識されていることが多いが、規格としてのハードウェアの定義は、音源 LSI に Y8950、DAC に YM3014、AD PCM、PCM データ用 RAM に 256Kbit、プログラム用 ROM128Kbit、プログラム用 RAM4KB、入出力端子として、ミュージックキーボード接続端子、音声入力端子として、 マイクレベルのミニジャック、同時に最大構成としてはその概ね倍の構成である音源 DAC を2つアド PCM、PCM PC データ用にラムを 256K8 ビット、ロムを 256K8 ビットにした構成とされている。ただし HXMU900 にはアド PCM、PCM PC 用のメモリは搭載されておらず、海外ではその条件を満たしていない商品も 存在している。これらのハードウェアに加え、ベーシックのコマンドを拡張する拡張ベーシックアプリケーションから使用するために用意された拡張バイオスと実際の制御を行うアムビスなどのソフトウェアによって構成される。また企画としては、実際に販売された製品の2つ分のハードウェアの搭載を想定しており、i、オーポートは2組分用意され、構成の設定として割り当てる i。 大アドレスの指定以外に一つのカートリッジ以内に搭載された二つの Y8950 を割り当てるという状態が定義されているほか、拡張ベーシックには機能は見当たらないものの、使用書によれば拡張バイオスはムビスでは、各々の,のの制御をサポートする様に記されている。前述の通り国内では、FSCA1 のみが発売されているが、ヤマハの YIS805 のカタログには一時期、 MSX オーディオ搭載可能と書かれていたことがある。結果として34,800円という値段の高さと対応ソフトウェアの少なさからほとんど普及することはなく、その後1988年に7,800円で発売された MSX ミュージック企画の FM パナアミューズメントカートリッジが普及、事実上の標準音源となった。また、音源の続賞として、 ハードウェアとしての規格に準拠した Y8950 を MSX オーディオと呼称することもある。なおムズックスチャーバーの高速モードではウェイトが不足し、内蔵ソフトウェアでは正常に演奏されない。Y8950MSX2 をキャプテンシステム、文字多重放送等のビデオテックス端末とするためのチップセットの一つとして、アスキーより販売されていた。製造はヤマハで、 ヤマハ社内のコード名は YM3801。そのリリースの経緯から MSX ロゴが印刷されているが、実際には MSX 以外でも利用されている。スンのサウンドオーケストラ V、サウンドオーケストラ VS やニーカの UB-1 といった PC-9801 用サウンドボード、MZ-2861 用の アド PCM ボード MZ-1E35 アーケード基板などにも搭載された実績がある。内部的に FM 音源部、アド PCM 音源部、IO 制御部と分かれており、FM 音源部は YM3526 と完全に同一である。アド PCM 音源部は 1.8kHz から 16kHz で、サンプリングでき 1.8kHz から 50kHz で、 再生可能で音階が付けられる。波形メモリとして最大2 5 6キロバイトの DRAM を実装可能である。データは8ビット PCM であるが内部では4バイタット PCM データとして処理される。ほぼ同等の機能が後に同社性 FM 音源チップである WIME 2608、WIME 2612も搭載されている。IO 制御部は ミュージックキーボードの接続を目的とした8ビット入力プラス8ビット出力の IO ポートで入力によって割り込み信号を生成することができる。なお、リズム音のパラメータについては Y8950 のアプリケーションマニュアルに音程の指定が必要である旨こそ書かれているものの設定値の指定は明示されておらず実際に販売された f s c a 一の持つ初期設定では 演奏時の音程は楽器名より多少低めに出るようになっており設定値の違いから文法的には互換性が維持される MSX ミュージックともリズム音部分の実際の音程には差異がある。松下電器から発売された MSX オーディオユニットの FSCA1 は A1 コンポシリーズと銘打ったパナソニックの A1 シリーズを想定した得意なカートリッジ形状になっているため、機種によっては装着が不可能なこともあった。出力端子は RCA 端子が色分けされて2つ用意されているが、Y8950 からの出力はモノラルであるため、双方の端子へは同じ音声が出力され、カートリッジにもそのブロック図が図示されている。それとは別に PCM6 オニ標準プラグと、 鍵盤、ヤマハ製 YK-20 を接続する端子も用意、されている。サンプリングデータを6 4イトのロムに18種、搭載していたほか、拡張ベーシックや、新請アプリケーションを内蔵していた。ロムのサンプリングデータは、犬や猫の鳴き声、ゴルフスイングなどほとんどが、効果音で、楽曲作成に向いたものではなかった。当時は、ラ m の価格が高かったこともあり、 価格も34,800円と MSX 本体に迫るものとなっている。常実の得意な形状の問題もあり、あまり普及はしなかった。標準的な使用法は FMPAC ベーシックからの MSX、ミュージックの使用の項目も参照。なお、プリセットされている音色は FM 音源が63プラス1種、PCM 音源は18種である。 コールシンス付属のシンセサイザーアプリケーションを起動する。コールオーディオ MSX ミュージックと異なり、左端のパラメータに2か3を指定すると、PCM が使用可能になる。PCM はプレイに命令で、FM 音源、PSG と同期演奏が可能。コールコピー PCM ロムに搭載されている、PCM データをラムに転記する。N は音色番号。 コールセット PCM 各音色番号ごとに PCM のパラメータを設定する。コールロード PCM ディスクから PCM データを読み込む。コールセーブ PCM ディスクに PCM データを保存する。以下は m s x ミュージックと両対応。ありがとうございます。